さか月が出てきたら釣れなくなるみたいな、満月釣れない説とか出たまあでもちょっと釣り方は変わると思う。多分今日の晴れ具合と今日の満月だったら、雪みたいに沈めると来るとか、早巻きだと来るとか、闇夜だとデッドスローで水面もこもこやってると来るとかはあると思うな。でこんぐらいいい満月だとスズキぐらい目がいい魚は昼まで行かないけどそれなりに見えるから、夜のうちにバカバカ食うので、お腹いっぱいで昼もほぼ寝てたりして、逆に昼間全然釣れなかったです。同じ大潮で新月と満月で釣り方って変わりますか？うん、まあちょっと変わりますかね。ルアーのチョイスが変わるし、色も変わるし、まあやっぱりシルエットがはっきり出ちゃって、まあ晴れた満月はもうほぼデイだと思ってやってますね、自分は。だからデイゲームの釣りを仕掛けるし、カラーを使うし、ルアーを使いますね。で、夜、なんか、だから、新月の夜に、暗い夜に釣れた釣り方で、満月やると釣れないんですよ。だから満月釣れないって皆さん言うんですけど、もう普通にデイだと思ってやってたら普通に釣れるんで、ですかね。で、デイの満月の、晴れた満月の夜は、魚が釣れないんじゃなくて、その、明るいから、やっぱりゆっくりした釣りだと見切られたり、ベイトフィッシュもね、分かってるんですよね、やっぱ分かるって。だから当然デイっぽい釣りで仕掛けてたらいいし、実はね、夜が地合いなんですよ。で、その満月中に、ベイトフィッシュもスズキも結構お腹いっぱいなぐらい食っちゃうんですよね。だから満月の夜の、晴れた満月の夜の次の日の日中ほど釣れないものはないなと思ってますね。もう多分魚みんな寝てる。多分夜中オールナイトで餌をかけたりして食ったりしてるのか、そんなイメージがあります。